はい、皆さんどうもこんにちは、ゆるぼくチャンネルまーです。今日はですね、スローキックボクシングフィットネスコンビネーション編第8弾の動画のご紹介をさせていただきたいと思います。動きがですね、ちょっと難しくなっていくので、そのメニューですね、もしちょっと気になるよっていう方は概要欄にもあのメニューの方を書いておきますので、ぜひそちらの方も合わせて見ていただければなと思います。では時間は1分で4セット、レストは10秒で一緒にやっていきましょう。それでは一緒にやっていきましょう。最初の動きはワンツーから左フック、右のアッパーとなります。ジャブ、ストレート、そこから左のフック、アッパーと繰り出していきます。パンチが4発になるので肩を平行に回して手だけで打たないようにゆっくり腰、お腹をひねりながら行っていきましょう。効果のある部位は腕、肩、お腹となります。そこが動いているなぁと感じながらゆっくり息を吸って吐いて繰り返していきましょう。注意点は背筋をまっすぐにして頭、顔はまっすぐ止めたまま肩を旋回させるように大きく動かしていきます。セット目お疲れ様でした。次の動きはワンツー、右のフック、左アッパーとなります。ラウンド2、先ほどと同じようにジャブを出してストレートを出します。そこからストレートをしっかり戻して右のフックを打って左のアッパーと打ち込んでいきます。効果のある箇所は腕、肩、お腹周りとなります。特にですね、肩の方を大きく動かすようにフックとアッパーをしっかり打っていきましょう。注意点は右のストレートを打ってから右のフックと右が2回になりますので、しっかり肩を戻してもう一度ひねってから左のアッパーを打つという形にしていきたいです。縦ひねり、横ひねりの動きになりますので肩が少し下がってしまいます。なので肩を下げないように平行に動かすように気をつけてください。2セット目お疲れ様でした。次の動きはジャブ、右のキックガードから右のミドルキックとなります。ラウンド3、それではやっていきましょう。まずジャブを一歩踏み込んで出し、そこから右のキックのガードをする動きですね。右の肘と膝、これをくっつけるようにして脇腹を開かないようにします。そこから一歩踏み込んで右のミドルキックを打っていきます。効果のある箇所は腕、お腹、ももお尻、片足で立ちますので体幹となります。バランスに気をつけながら行ってください。注意点はパンチを打つときはしっかり踏み込んで、キックを打つときはしっかり踏み込むという足の動きに気をつけてほしいところです。片足で立つ動きが2つありますので体幹を意識しましょう。3セット目お疲れ様でした。次の動きはジャブ、左のキックガード、左のミドルキックとなります。ラウンド4、先ほどと同じようにまず前の手でジャブを出します。そこから前の手を戻して、戻したところに前の足の膝を肘にくっつけるようにしてあげます。そこから足を後ろに落とし、右足で一歩踏み込んで左のミドルキックを打っていきます。効果のある箇所は先ほどと同じになります。こちらもバランスを崩しやすい動きとなりますので、バランスを崩さないように気をつけて行っていきましょう。最後あと少しですね、一つ一つの動きをしっかり行って動いている箇所を確認しながらやっていきましょう。